スタックパチパーティーをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。スタックパーティーショームービーズ&ヒカリュー E のアルバムが配信されまして、はい、記念にあのパチパーティーを撮らせていただいております。21曲の中で、うん、音楽、うん、歌が入ってるのは、うん、13曲で、残りのじゃあ8曲は、うん、劇中のセリフセリフセリフたちが入ってます。セリフたちが入ってるんですよ、はい、だからなんかね、1曲目から、うん、こう順番に聴いてった方が、ね、聴いてった方が世界観がね、うん、感じれて楽しめるという、うん、作りになってる、そしてアルバムの制作に携わった方々にお話を聞いているので、うん、ぜひ聞いてみましょう。はい、はい、コウキヒロキマサオネユウトカゲマサヒロスタックパチパーティー。まず私の近くからウッシーさん、よろしくお願いします。どの曲に関わっていただいたかはトークの中でちょっとね、はい、聞いていただこうかなと思っております、はい、で、真ん中、佐々木文雄さんです、はい、よろしくお願いします。面白い曲に関わっていただいてるんですけれどもよろしくお願いします、はい、お願いします。そして、スタッパー東京のメンバー為蔵さんでございます。ようやく表舞台に、そうですね、裏方でずっとやってる珍しい機会、ありがとう。いつもどこかにね、為蔵って入ってると思うんですけれども、ね、はい、お世話になっております。よろしくお願いします。ということで1曲目これのタイトルの中に光流 E っていうのが入ってるんですけれども、はい、光流 E という、はい、あの架空のね、ジェンダレスアイドルさんが歌っているという設定の曲を作っているのは、西田大輔くんという、彼が、一晩で2曲作ったんです。そうの大輔くんがそうなんだ。あ、そうなんです。あ、アレンジをしていただいて、はい、最初のデモを聞いた時にこれは頭おかしいもうあれはね、もう、うん、篠原智恵なんですよね。あ、そうです。イメージとしては篠原智恵さんの曲のようにアレンジしてもらえませんかということで、はい、いきなりビューンってこう入ってきて、はい、ドバーンってある。あれって動画、あれをスパッと出迎え思い浮かんですか。あれはいつもの手癖です。あ、手癖なんだ。派手にやろうって時はそういう形で、ね、あ、やるんです。とりあえずベル入れとけ。ベルの音入れとけばいいって話。あのプロモーションビデオを作るときに、うん、はい、ものすごいいっぱい踊ったテイクをもらったんです、はいはい、でもなんか曲が神々しいしなんかもういっぱいごちゃごちゃとしてるので、うん、まあ、それこそ篠原智恵さんですけど、はい、ちょっとカラフルにしようと思って、はい、ものすごいもう色いっぱいみたいな感じに、うん、したんですけど、まあ、まさになんかそのイメージが伝わってたなと、はい、うん、よかったです。よかったです、はい。実際に振り付けもね、あの関西の女優さんにつけていただいて、そうなんですよ。一応あの全部あるんですよ、全編分。あ、そうなんで、いつか全編分披露したいなっていうのは、ね、楽しみにしてますで、次に入れているのが、映画丘を越えてから、はい、あのちょっとそこまでっていう、あのともしさんがあの作詞作曲をしていただいたものを、もう実に8パターンですね、うん、8組のアーティストはともしさん入れて8組のアーティストさんがカバーしていると。一つ目は、菊池ジョバンニ君なんですね、はい、はい、なんかまあ後でいろんな曲のそのちょっとそこまで来ますけど、ここリズムとかも違うとまたすごいバリエーションが増えるっていうか、うん、曲の雰囲気、うん、同じ曲でもあの全然違う雰囲気になるので、それはもういきなりだから3ワルツで来たなっていう感じもしました、はい。ジョバンニがこれで来るのは分かんなかったなっていう感じでしたね。なんかこのシーンで使うみたいなことも伝えずみたいな感じですか。あの脚本の中にはもうすでに、これ1幕から8幕まであるんですけど、うん、あの実際に映像作品自体がなんで、それぞれにもうアーティスト名入れてたんですよ。あなるほど。そうなんです。で、入れ替えたのはなかったですね。あ、うん、菊池ジョバンニさんワルツ、はい、僕ワルツ好きなんですよ。あ、いいですよね、うん、それ良かった。そういう意味ではあのこの曲の元々のメロディーラインとか歌詞がすごく余白が多い、うん、コードも余裕があるコード進行で、元々のやっぱトモさんの曲自体が、うん、あのいろんなアレンジがしやすいメロディーラインと歌詞になってるからこその三拍子だし、うんうん、まあ、確かにそう、ね、これぐらい8パターンができるっていう、うん、それはね本当僕も思いました。思いますよね、うん、北山さんがトモさんに依頼する際にお願いしました。ムービーズの丘を越えてが、うん、ムービーズの一応その一段落終わりになったので、
うん、今までお世話になったアーティストさんたち全員にカバーしてもらおうと思ってますっていうふうに友達さんにお願いして、うん、で出来上がった曲がこちらになってるので、そこも考慮してくれてたのかもしれないな。すごいな。さすがです。さすがです。さすがです。はい。オーバリーさんの、ちょっとそこまで、はい。アメリカのルーツ音楽にこう近いような感じのアプローチで、結構好きでした。あと、うん、録音の雰囲気も好きでした。あ、なるほど。はい。声がね、声がいいなと思って。最後まで誰って言って。この人誰なんだろうってずっと思いながら聞いてたんですけど。そっか。うん、スタックパーティションムービーズの、第1シーズンのですね、最初の方にあった、タンブリンライフっていう、はい、博多でフルロケやったやつがあるんですけれども、小針さんも元博多のミュージシャンの方なんですよ、うん、でそこにも出演、ミュージシャン役で出演していただいていて、演技もしていただいていて、で主題歌も歌っていただいてたので、うん、今回も参加いただけますかって言ったら、いいですよと言っていただいて、じゃあこれでもギター弾いてるのはオーバーリーさんってことですね。あ、そうですね、はい、うん、西田旺介の、ちょっとそこまででございます、うん、いきなりレゲエっぽくて、そうなんですよね。そう、それがね、それもまたお、うん、こう来たかっていう感じでした、うん、しかもギターで、そうギターでジャッ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 その発音ってそう、言葉が全部はっきり聞こえるんで、はっきりする、そこがね、歌詞が入ってくる感じがしました、うんうんうん、やっぱり本当この、まあさっきのジョバンニさんもそうですけど、うん、ワルツはジョバンニさんがぴったりだし、うん、このレゲエ風のアレンジもやっぱ大輔さんが合うんで、本当そうです、本当に本人たちが自分の声に合ったアレンジをちゃんとしてるなっていうのが、うんうん、やっぱこの同じ曲のアレンジを通して初めてわかります、ね、確かに。時間帯的には、深夜担当いただいているのが、市川みこれさん、はい、ほんとフリーダムだあー来たみこれちゃん来たなみたいないきなりフリーテンポですごい、もうあ、そうですよね、この雰囲気がすごかったです、はい、一番長いんですよ、6分あ、そう、これ長いです。まあ、実際に曲の順番というか歌詞の順番も最後プラスされてらっしゃるので、はいはい、その分ちょっと伸びてはいるんですけど、やっぱ分数チェックするんですね。分数チェック。令和に6分かと思って。そうですね、結構伴奏の楽器というか、うん、音質というか 音もなんかすごく独特な感じがしたんですけど。ね、これもでもすごいのがアレンジお前さんですよね。あ、そうです、ね。お前さんからできたデータを開いたら、まあ一応その波形に。きっちりテンポがちゃんと書かれてるんですよ、うん、フリーのテンポをしっかり BPM 化してるんで、はいはい、お前さんは丁寧な方だな、さすが、さすがだな、お前さん丁寧ですね、お前ピーが違う、うん、そして朝、うん、担当のドライドモニトさん、はい、90年代初頭のなんかアメリカのアーティストみたいなあら感じがありましたね、はいはい、愛に行くの空のコードがね、すごいもう、うん、あ、ちょっと違うんですか、違うんですよ、あ、そうなんだ、ここがすごい、おっ、おっってきましたね、うん、へー、それぞれがそういう楽しみというか、うん、どういうアプローチをするんだろうみたいなのが今回はすごい聴いてて楽しいですね、うん、おお、こういう意見好きです僕も全然わかんないポイントなんか映像上ではひまわり畑でバーンとこの曲が出てくるんですけど、はい、そこで出てくるこのドライドモニトさんたちのこのタイミングもすごくいいので、うんうん、まあ、映画見る方は見れる方はぜひちょっと楽しみにしてほしいですよお願いするときになんかそういうイメージみたいなのをなんか言ってた、ね、相手のじゃあ本当に本当にそれが見事に合ってる、そうですよ、とりあえず僕がこれロードムービーなんで、うん、深夜から翌日の昼までの話なんですけど、時間帯によってアーティストさんを振り分けたわけなんですよっていう、うん、はい、ドライドモニトさん来た朝来るなっていうそうですねランチタイムですねにやってくるのが、うん、楽勝カルテットさんのこれインストルメンタルです、はい、同じ曲を結構バリエーションやるときに、うん、やっぱりインストが入ってくるのってちょっとやっぱりいいんですよね、うん、その音がついてないものがあるっていう、はいはいはい、普段はスインギングパンダオーケストラさんっていうところで、うん、活躍されてる方々
の、 あの一部の方々がこれ関わられていて、うん、あのまあ、いわゆるスイングジャズですよね、はい、うん、をされてらっしゃる。やっぱ生演奏だからいいなと思いました、ね、うん、あ、本当にスタジオでえいやっていう、うん、グルーヴがちゃんとありますね。そうですね、うん、打ち込みばっかなんで自分は。ああそうかそうか、いいなと思って、いいなと思った都築さん、はい、うん、で、あの都築さん、これ時間帯関係はなくですね、脚本上では追憶というかですね、うん、思い出す思い出のシーンに、うん、あの思い出といったら僕都築さんかなと思ってこれは録音とミックスをお手伝いしてるんですけど、はい、結構前に撮ってものすごい手を入れた記憶があるんだけど、そうなんです、最後に来ましたね、最後にあの納品いただいてギリギリで、そうなんですよ、いろいろと。まあでもね、関根の声がやっぱいいですよ。うん、そうですね。そう、ずっと録音中一人でヘッドホンで聞いてるんですけど、もうね、ええ声やなと。ええ声やな。もう結構倍音がすごいので、うん、なかなかね難しい声ではあるんですけど、撮るのは。都築さんはスタッフパーティーショー博多で初めて公演をした時にご一緒させていただいて、うん、そのご縁があったんで今回、はい、お願いしたっていう感じになっておりますね。本家本元が最後の、ちょっとそこまでで本編ではかかりますということで、ともしさん、ともしさんのライブのサポートをしてるので、これで僕は最初に聴いて覚えた曲なんで、うん、これがまあ一番基本バージョンみたいな。はいはいはい、はい、演奏はの大塚リーツさん、あ、そうですね、2A からのドラムのフィルを入れるんですよ、はい、あれが毎回違うフィル入れフィル、フィル、あ、この タムとか、あ、なるほどね、はいはい、それがもう素晴らしい、あ、はい、まさに自分もそれは思いました、はい、うん、ドラムが心地いいんですよ、うん、さあドラムが心地がいい、はい、聞きどころでもあるなと思いました、ね、なるほど、はい、でまあ、ちょっとそこまで、まあ、全体で言うと、うん、どの曲も最後の、まあ、ハミングというかラララの部分が微妙に違うんですよ。でまあそれもやっぱ演者らしさが聞こえてくるなっていうのがあるので、まあ、本編では本当そこまでかかってなくてごめんなさいですけどね。そうなんです、本編ではこのアルバムでしか全編皆さん聞けないので、そこをぜひちょっと楽しんでいただきたいですね。ですね、はい、はい、続きだけね、最後メロディが違うんですよね。違うんですよ、上がるんだ、確かに、ね、そうそうそう、上がってたわ、本気上がってないみたいな同じ曲をこういうバリエーションで聴けるっていう、なんかすごいいい贅沢な感じですかね。贅沢な感じがありますね。もう本当にあの発想としては、昔見たの東京上空いらっしゃいって映画ご存知ですか。その映画の曲中、あの劇中に、あの井上陽水さんの、うん、あの帰れない二人っていう曲をいろんな方が歌ってらっしゃるんですよ、はい、うん、あの今の清志郎さんとか、うん、あのいろんな方が歌ってるのを聞いてすごく好きだったんで、ともしの曲をいろんな人に歌ってもらおうみたいな感じで始めた着想でございましたね。すごい面白いアイデアですね、はい、うん、皆さんどうもありがとうございます。本当に作っていただいて、入道雲の城、うん、でこれはあのこの丘を越えてっていう映画自体がもともと丘を越えてっていうお芝居でやらさせていただいていて、ともし君にこの入道雲の城というものを作っていただいて、当時劇団員だったあの別のボーカリスト君が、歌ってくれたっていうものがありましたので、やっぱりその映画化しても最後は入道雲の城かなみたいな感じで、うん、で大塚利一さんがここで出てくるわけだ、ね、どうですか。いや、おしゃれに来たなって、ね、ドラムの音とかね、シンセの音もね、結構攻撃的だなと思って。あ、そうですよね、そういいなと。もともとその小松さんのアルバムにも入っている曲で、はい、で僕もそのサポートする演奏するとき、まあ僕この曲演奏したことあるんですけど、はい、何回も。で それがこう頭にあったんで、うん、でその大塚さんから直接なんか、いや、あえて違うアプローチを今回してますみたいな話はあったんで、どんな感じなんだろうと思ったんですけど、うん、本当これもその都築さんと同じように全くその原曲のから、まあ、一回離れてるっていうか、離れてる、そこがなんかまた別の味をこう楽しめるみたいな感じで、大塚さんのセンスに脱帽でした、はい、ボーカルよりも楽器がバーってくるところがあるじゃないですか、はい、あれがすごい面白いなと思ったんですけど、うん、いやなんかあそこすごいエモくなるというか、そのピアノもすごい低音弦、うん、低音弦をガーって
来たりして、うん、そので声もアップして、うん、そのストリングスも入ってった、うん、もうストリングスもみんなバーッとアップしてきて、うん、こうもう嫌がりもあのこう聞いてるとテンションが上がってくる感じ、うん、だからこれ多分こういう意図なんだろうなって、うんうん、最後のねシンセのソロがねちょっとそこまでなんですよね。そうそうそう。そうなんですよ。よく聞くとそう。そうそう。すっごい崩してるけど。そう。あ、そっちに帰ったかっていう。そうそう。さすがと。うん。来たね。カツエちゃん。はい。カツエちゃん来ました。僕好きなんですよ、カツエちゃん。僕も好きなんですよ。好きなんです。前からずっと聴いてるんですけど、どんどんレベルアップしてて今回活用ワールドが結構荒削りの音でいいなと思って、うん、そうそうそう、あとなんかどこか懐かしい音なんですよね。あ、そう、そう、5に中島由紀さん好きみたいで、あ、そういうところでもちょっと私あの話が合いましてですね、はいはい、活用的ソウルミュージックというか、うんうんうん、そういうアプローチも好きだし、途中でダダダダダダンのところから、そうです、あれなんかかっこいいっすよ、あれかっこいいですよね一緒に歌おうと思って車の中でやろうともするんですけど、いつもあの運転が危うくなるから歌えないっていう箇所があります。 そこはすごいなんかこうスパイスになってるっていうか、そうですよね、はい、そうタイムマシンに関してもあれなんですよ、あの岡尾越えてチームとは違って脚本を渡してます、ああこの脚本の主題歌を書いてくださいみたいな感じで、はい、はい、お願いした感じになっているので、ちゃんと私が伝えた裏メッセージも歌詞に入っていたので素晴らしいなと思ってます、うん、エンドロールの部分ですねをこの瞬きという曲を、やっていただいております。これ関わっていただいているのがあら、はい、言わせる系ですね。まあ、ほぼほぼ初歌物トライっていう感じで使わせていただいたんです。あ、そうなんですね。はい。特に前半はまあ、J-POP っぽい曲で、はい、後半はジャズっぽい曲で、そういうのはもうワイワイと作れるんですけど、うん、大丈夫か、なんかの曲に似てないかなとか、すごい心配だったんですけど、できた時に、あの、何人かに聞かせました。うん、これ大丈夫？被ってないみたいな。すごいもう、慎重になりました。初チャレンジでデュエットっていう。そう。ねえ。それすごいですね。まあでもなんか、自分からだとそういう発想とかあんまないんで、逆にもう、北山さんみたいにこう、ぐいぐい、これやってくれみたいな。ぐいぐい、無理な。これ、こらえた方が逆に作りやすかったんで、よかったです。音楽の情報量が、なんかいっぱいありそうな方だったんですよ。なんで、なんか日本の曲じゃない風な曲作ってもらいたいとか、こんな曲できますかみたいな。で、こう投げた時にですね、そう、あ、これってあんな感じですか、あんな感じですかみたいな、まあ出てくるワードとか、まあこの人だったらいけそうな気がすると思ってそのまま押し切ってしまいました。本当に申し訳ございません。後半のジャズ曲の方がまあ作りやすかったというか、それで、はい、あの剛君 の、はい、あの低音というか、うん、それもすごい、あ、うん、そのすごいフィットしてたし、うんうん、ちなみにそのまた時のギターはあのペダルスティールギターっていう、あのカンカントリーで使うあれを僕の友達ですごい名手がいるので、なるほど、はい、頼みました、ね、これはぜひ頼んで、はい、あのギターもかっこよかった、うん、それもぜひ聴いていただければと思います。ありがとうございます。最後、鳥は来ましたよ。おっぱいをハザードで、あのボーカルの光流院さんもスタジオまでね、そうですね、うちのスタジオまで、そうなんです、暑い中ね、私前半だけ参加して言いたいこと言って帰るって稽古があったんで行っちゃったみたいな。そう、あと2人どうしようかもう好きなようにやればあのデスボイスは誰にこう、多分光流院さん、あ、本人が、本人が全部、あ、すごいですね、全部やってる組ですね、下駄者、まあ、ジェンダーレスアイドルさんなんでね、もう男性部分、女性部分、中性部分、全部織り交ぜてくださいって言っただけなんですよ、私はね。なるほど、なるほど。はい。見事。織り混ざっておりました。織り混ざってます。素晴らしい。はい。今回全部打ち込みなんですよね。うん、ギターも打ち込みなんで、なんかちょっとデジタルロックっぽくやりたいなと思って、あえて打ち込みにして、頼めば早いんですけど、ギターはね、ちょっと頼まずにやってみたら大変でした。大変でした。割と豪華なんですよ、あれなんかね、なんかコーラスとかパチャッと入ってる、入ってる。そうなんですよ。
全部打ち込みなんです。北村さんのその前からそのスタッフパーティーショーにやっぱりその例えばやろうと思えばその著作権フリーの音楽を使ったりとか、うん、まあ、そういうことできるけど、あえてオリジナル曲がこうたくさん毎回あの使われてこうやってアルバムになってるっていうのがありますけど、それはもう最初からそういう意図があったんですか？それぞれのミュージシャンの方々が独自で作られてる曲っていうのはもちろんそれはそれで素敵だなと思ってるんですけれども、なんかこうストーリーと絡むとなんかその曲の良さがなんか倍増するっていうか、うんうんうん、倍増どころかっていうぐらいの感じの印象がなんかあるんですよね。まあそれは多分映画の音楽もそうですし、ドラマの音楽もそうなのかもしれない、 CM ソングもそうなのかもしれないんですけど、なんかそういう相乗効果の体験をなんかこう仲間とやりたいなっていうか、なんかこんなストーリーでこんな主人公がいるものの曲書いてもらえませんかって言われた時点でなんかちょっと普段の自分の曲からちょっとずれるのかもしれないなと思っていて、人からもらったらこう新たに目が吹くみたいな、なんかそういうことがいろんな人たちとできたらいいなとは思ってはいるんですけど、まあまあそれであの文雄さんにも本当にいろいろお世話になってますし、牛井さんにも最近お世話になりますし、タメゾフにもう巻き込まれ事故みたいな感じで思ってましたけど、もうすでにオーダーいろいろさせていただいて次の曲が楽しみ。素敵なコメントありがとうございました。ありがとうございました。なんと我がスタッフパーティーショー大阪からアイドルが誕生したということで、ということで、でレコーディングを東京に行ってしたんですけど、まあね、結構初めての経験でね、なんか買っても分かんなかったんですけど、まあ、純粋にね皆さん聴いていただいたから分かると思うんですけど、まあ、なかなかやばい曲ですよね。それを初対面の人の前で歌うっていうことは、まあ、確かにちょっとね貴重な経験でしたし、またちょっとメンタルのね繋がったのかなと思います。なんか特訓してる。まあこれを機にね、まあ、2曲、3曲目、4曲目かもしれんし、もしかしたら他の人が同じようにするかもしれんし、ね、F とか来るか、F? 光は一緒だ。シッシッシッザ・スタッグパーティーショーミュージックスムービーズ&光流 E は、はい、各種音楽配信サービスにて絶賛配信中でございます。ぜひ今いただいたコメントも聞いた上でもう一回たくさん聞いていただければと思います。もう一回たくさん聞く、もう一回何を聞いてもらって。ザ・スタッグパーティーショーでは新人メンバーを募集しています。興味のある方はスタパ公式アカウントからご連絡ください。今後も新しい動画をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。